培った経験や個人脈を生かすなら DYM エグゼパート、経営課題に伴走して取り組む顧問としてのご活躍をサポートさせていただきます。詳しくは概要欄をご覧ください。ということで今日は2月の3日、今日も来てもらいましたが、本当偉いよね。隔週で撮影やってるんだけど必ずお越しいただいて、偉いというかそれ会社のためだからかもしれないどうですか最近は、独立してどんぐらい経ちました？明日でちょうど半年です、ね、前回の振り返りからいこうか。前回は昨年末から進行していた決済系のクライアントの結果失注になってしまったっていう報告としてさせていただいて、その後その時の問題点としては我々の新規クライアントの獲得の動きが止まってしまった、それは反省点として今後はないように常に案件取りに行くっていう動きは変わらず体制整えていかないといけないっていうのを加護さんにお伝えさせていただいて、でフィードバックをいただいた流れが前回ですね。今回というか報告2月3日の1月が閉まって、今年最初の撮影の時に1月ピンチですっていうような話を覚えてるんですよ。それで案件ご紹介いただいたりしたんですけども、結論1月なんとかなったっていう。おー、よかったね。はい、去年から一緒にさせてもらってるクランス様が私たちが思ったよりこう評価してくださってて、アップセルとかの交渉ですぐ動いてくださって。なるほど。今何社ぐらいクライアントがいるの？若干前後毎月してるんですけど、10社前後です。一番単価高くもらってるのはいくらぐらいの？ショットで大体100〜150ぐらいです、その1月で純増分を私たち意識してるんですけども、298万、300万目標にしてたんですけど、2万だけショットしたという形でなんとか着手。純増分ってどういうこと？純増分っていうのは簡単に言ったらその月の売り上げです。ストック以外っていう考え方をしてて、ストックは正直ないものと考えた方がいいかな。ストックはないものと考える、どういうこと？業務委託みたいな感じで毎月必ず送られるお金ってことではなくて、私たちが毎月型のサブスクの商品を売った場合に契約が続く限りその売り上げの何パーセントをもらえるっていう形になっていて、ただそこって私たち少しは入らせてもらうんですけれども、どうしようもない部分があって、切れる可能性があるんで、一旦売り上げの考慮としては考えないようにして、なので毎月の売り上げというか純増という方が正しいのかわからないんですけれども、契約数に応じたフィーっていうのを意識してました。それを300万っていうのを一つの1月の目標にしたんですけど、どうしても2万は詰まりきらなかったんですが、じゃあそのストック分入れたら300は超えるってこと？そうですね。じゃあ月商300万以上はいってると。営業代行ですから原価は人件費だけだもんね。オフィス電話代とかそういうことだよね。それは半年にしてはかなり順調なんじゃないですか。ちなみに面白い話で、株元の独立して6ヶ月目ぐらいの時、僕6月に独立してるんですけど、12月とか1月ぐらいに初めて2人目の人が入ってきたんですよ。それが上本なんですよ、僕その時まだ覚えてるのは、ざっくり上本入れて僕らの売り上げが多分ね300ぐらいだった気がする。だから俺最初の1年年収3000万みたいな感じで言ってたのは、役員報酬は550万とかだったんだけど、売上で多分3000ぐらいだった。要は次250万ってことじゃん。だけどまあこうやって上がってったから半年過ぎたら300万ぐらいには多分なってたと思うんだけど、結論今同じぐらいなんですよ僕の時と。っていうのを撮影に来てるのが私と大山だけであって、もう一人メンバーが証券時代からやってくれてるのだったり、今月の中心化もっていく、一人当たりの売り上げにすると全然そこまでは。いやいや、俺らだって別に外注はしてたりしたから、もちろん正確な粗利益がいくらかとかあんま覚えてないけど、だからなるべく俺は下げようっていうあったけど、オフィスが正直俺らよりちょっと高いなとは思うけど、そんな変わんない状況っていうね。会社が爆上げしたのはいつかっていうと、ちょうど1年経つぐらいの時なんだよね。YouTube 始められたぐらいですか？ YouTube 始めてないと思うよ。2期目に入る時にそれまで温めてた提案案件のでかいのが3つ決まったみたいな。全部2000万、2000万、6000万みたいな案件が来ます。だから1期目の年商3000万で2期目3億ぐらいまで一気に上がったんでね、それはもう完全に1期目の終わりに決まったやつ。これを言ったらプレッシャーになっちゃうかもしれないんだけど、でも同じ業板で人件費モデルの我々としては温めておく必要があるよねっていうのは今のうちからどんどん提案していこうと。でも結局そのどでかい案件も1個は完全新規だったけど、2個は今までのお客さんの評価が良くて追加でっていうところなんだよね。だから2人からすると100万200万っていうのも大きな金額かもしれないけど、お金持ちからしたら100万200万ってなくても気づかないぐらいの金額だし、1000万2000万の単位で当たり前に仕事する人もいれば、さらにその上もいるっていう。だから別に無理な話じゃないと思うから。紹介ってことですか？
紹介っていうか既存のクライアントのアップセルっていうとあれだけど、新しい仕事を追加でもらったみたいな感じだね。はい、我々が行っているのはまず既存のクライアント様の貢献っていうのは第一に考えながら、やっぱ新規も取る今の動きでおおむね問題はないと思うよ。ただお客さんの属性を一個一個見てるわけじゃないからあれだけど、はい、少なくともそこのお客さんと密に飲み行ったりするべきだよね。でそのお客さんの予算感とか財布事情っていうのはもっと正確に知った方がよくて、はい、特に最初のフェーズって予算が大きい会社がいいかっていうとそうじゃなくて、決済が折りやすい会社の方が2人からすると大きいわけよ。何億単位とか5000万単位とかそういう話になってくると予算が必要になるんだけど、はい、今の2人の会社の規模感的に言うと社長がいいよじゃああげるよって言った方が早い。だからそういうお客さんには積極的にコミュニケーション取りに行った方がいいし、会社なんて大体営業代行をやらせるってことはそれ以外の事業とかも何かしら見てたりするだろうから、そっちからも予算もらえないかとかっていうので、社長とのオーナーコミュニケーションみたいなのはガンガン行った方がいいかな。わかりました。課題としては思ってたんですけど、なかなか言い訳ですけど、やることも多くってこっちから本来誘わないといけないんですが、誘えてなかったっていう、俺が最近会社のメンバーにもよく言ってるんだけど、はい、大手の B2B 企業の社長さんたちと前飲んだ時に、会食してるかしてないかで契約継続率とか大幅に変わるって、そのぐらいやっぱ大事だから、はい、特に営業代行をお願いするってことは何かしら決済系をなって、はい、ちょっと試してみるかみたいな感じなわけじゃない。そういう人って他にも予算いろいろ抱えてたりするから、そういうのは取りに行った方がいいと思うけどね。わかりました、うん、だからストックさんで言うと、例えば俺ですら巻き取るくんってサービスやってるけど、はい、それちょっと売ってきてよって言って、はい、月に 2,30 万って言ったら、別に俺の会社単位で言うと 2,30 万ってそんな大きな金額じゃないじゃん。2人からしたら30万って会社の 10% の利上げですってなったら、はい、それ頑張ると思うけど、それで結構いい感じ出してて飲み行きましょうよと、はい、他にどんな事業やってるんですかって言ったら、俺ですら7個ぐらい事業するから、じゃあここ使えるかもってやっぱ出てくるから、はい、それだったら月1000万とかちょっときついけど、月100万200万300万ぐらいだったら利上げ上がるんだと全然やりたいみたいな、その金銭感覚の違いって人によって違うから、上の人の金銭感覚の目線で自分は下なのに会話できるかみたいなところが多分大事なのかな。わかりました。大丈夫そう。相談にはなるんですけど、いつもこの撮影前に2人で今日何を相談するかみたいな簡単な話はするんですけど、はいはい、今日正直あんまり出なかったんですね、はいはいはい、っていうのすごくふわっとしたことになるんですけど、うんうん、やらなきゃいけないことも分かってるし、ちゃんと目の前のこともやってるんですけれども、うん、とはいえ相談したいこともないようなことってすごく問題なんじゃないかなと思ってて、ただこれってどの事業をされてても極端な話サラリーマンでもあるのはあるかなと思ってて、うんうんうん、こういう時の乗り越え方というか対処法でも2週間に1回来てもらってて、そんな毎回毎回相談なんてあるわけないって。だから別にそんな無理に来なくてもいいし、2人からしたら、ね、露出増えた方が採用とかに効いてくると思うから、はい、多少はいいかもしれないけどね。だからない時はそんなひんねり出さなくてもいいし、あと伸びてる時ってあんま相談ないし、で俺も今先輩とかに相談ないのって言われた時に、なんだろうなみたいな、相談を考えてむずいからよく毎回考えてくるなと思ったけど、今まではあったんですけど、だからやっぱ6ヶ月経って自営業っていうところにちょっともう慣れてきてるんだよ。だから右も左も分かんないことだらけだったのが、徐々に俺以外の人もいろいろ話が入ってくるようになったと思うし、けどまだもうちょっと俺だけじゃなくていろんな先輩経営者だったりとかと飲みに行ったりとか経営の話を聞いたりとかっていうので、いわゆる経営業界自営業業界の常識みたいなのが100あったらまだ3とか5しか多分知らないと思うのよ、はい、だから証券会社出身ながらエクイティ周りは詳しいと思うし、金融とかファイナンス周りは詳しいと思うから、そこが強いと思うから、それ以外の対応周りとか、はい、マーケティング系だったりとか、そっち系もっと詳しくなったらこれについていけると思うしっていう感じかな。わかりました。じゃあ一旦2月3日の新築はそんな感じで、はい、ありがとうございます。今のキャリアで本当に大丈夫ですか？ビジネス戦闘力を上げて生涯年収を高めよう。年収エージェントでまずは無料面談ということで、小山くん今日は何ですか？本日はご報告事項として2つございまして、うん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 、1つがですね、ついに松下が倒れました。体調不良で倒れたっていう、うんうん、私も詳細まで聞いてないんですけれども、うん、要するに扁桃腺のひどいバージョンのようで手術が必要で、緊急入院っていうのが今日が3月3日で、2月のだいたい第2週ぐらいから1週間ぐらい入院してたというのが先月の動きで、社内的にはやっぱり松下のみで回してた案件っていうのもありますので、うん、その一部クライアント様にはご迷惑をおかけしたんですけれども、うん、とはいえ売上的にも厳しいっていうのがあったんですけど、うん、なんとか初期の業務委託の方とか入ってくださったですね、うん、業務委託の方とか、うん、インターン生とかが踏ん張ってくれたおかげで、うん、売上的にはなんとか、うん、2月は定着地になりそうかなっていうふうには思っています、うんうん、ただ松下が1週間入院してその後即詰まってる業務とかもあったんで戻ってきたんですけど、うん、1日 2,3 商談っていうのが限界で病み上がりの中やって、うん、結果再入院っていうのが2月の末ぐらいまでありました、うん、それのせいで。そうです。かわいそうね。
なんで、うん、ひどくなっちゃったんだから。ひどくなりました、悪化しました。なので結構今ボロボロの状態ですけど、まあ先週また復帰して結構休んだっていう形で大丈夫なんで、3月はしっかり入ったのがございました。結構リアルなところなんですけど、あ、リアルだね。ちょうど起業してから今月で7ヶ月目になるので、肉体的にも精神的にもって正直あったと思うんですけど、でも1年に1回はね、体やっぱ風邪ひいたりするから、誰でもそのあたりは、まあ入院っていうのは確かに重いんだけど、別に入院じゃなかったとしても1週間仕事休みますってなんて全然ある話だから、そのあたりはね、むしろ逆に7ヶ月間そんな大きな風邪とかも引かずにっていう風にぐらいに思わないんだね。なんで体調管理は気をつけていかないといけないと言いつつも、目の前の業務とか追われてるタスクっていうのもあるので、こなしながらっていう。なるほどね。まだ私たち20代なんであれですけど、30代40代になればなるほどそういった体のね、体調支障出ると思うっていう感じです。実は僕も3日前ぐらいまでインフルエンザで1週間ぐらいやられてたので、手術とか入院をしてた人と比べたら全然ですけど、とはいえ圧倒的な頭痛みたいなので、仕事は全然手につかないみたいな状態でしたね。考え方にもよるんですけど、はい、あえてポジティブに考えるんであれば、はい、結局社長とかが働かなければ働かないほどチームは強くなるんですよ。なので社長が仕事できればできるほどチームは弱くなる。っていう意味で言うと、社長がいなかったら結果前の責任感も上がるし、社長がいなくても回せるようにならないといけないからって言って、自然と人ってこう成長したりするので、そういう意味では一回こう休んでいきなりボーンと離れてみるっていうことで、見えてなかった部分とかが見えたりとか、そのあたりはね、中長期見るとプラスなんですよ。まさに今回もそうだったんですけど、約2週間ぐらいここ離れて、特に私はインターン生の成長っていうのを結構頼もしく思えたんで、良かったか悪かったで言うと悪かったんですけど、結果的にそういう部分とかも見えてきたんで、少なからず我々の出社してもらって、同じ空間でリアルタイムでフィードバックするっていうところをやってきた結果っていうのが少しずつ形になってきたのかなっていうふうには思います、だからむしろ俺は普段から結構自分が頑張ればできちゃうみたいな仕事は頑張らないようにしてるんですよ、だから分かりやすい話、自分の部下とかとのコミュニケーションとかも、部下がよく分かんない報告してきても頑張れば理解できるし、はい、OKOK ってなるところを分かんないって言って早めに跳ね返すというか、っていうことで分かるようにさせるためにはって言って、仕事ができない上司ほど部下が育つっていう感じで、やっぱ普段組織として接することが、いざ自分がきつかった時とか抜けた時にワークするよねっていう考え方はやっぱ常々持ってるんですね。それは社長だけじゃなくて、大山くん自身も自分のインターンとかに仕事できる上司教えてあげる、それも大事なんだけど、部下が聞いてきた時に全部手取り足取り教えてると、逆にそれありきになっちゃう。自分で考えろっていうスタンスは一定必要なんですよね。その大切さっていうのを感じました、なのでいつ誰が抜けても大丈夫なよっていうところが、まさに会社だと思います、フリーランスじゃなく会社でやる意味っていうところはね、なるべく品質を均一化、そうですね、再現性高く、ところですからね、そうですね、っていうのが1点目のちょっとご報告、で2点目のご報告、これも我々にとっては結構大きい決断になりそうなんですけど、オフィスの移転を検討しております、場所が渋谷から徒歩1分のこういう感じなんですよ、コワーキングスペース、ね、そうですね、アクセスがいいんで、結果その業務委託の方とかインターン生が来てもらいやすいっていうのと、フリースペースが結構広いんで、日中の業務でいうと今だいたい15名ぐらいで稼働してるんですけど、キャパシティ的にオペレーションに支障が出てしまうので、広いところでちゃんと環境を持っていくっていうのを松下と話しながら4月に一応移転を検討してます。注意するべきポイントも分かると思うけど、コワーキングスペースの場合は共有部で営業もしテラボとかするってなると、商談とか、まずそれがそもそも大人数でやって OK なのかどうかの確認と、あと BGM 強めに流れてる空間だったりすると、商談中音楽めっちゃ入ってくるから、そこも一回確認した方がいいかもね。我々の個室みたいなところも十何名入れるぐらいのスペースなんで、商談とかはそっちで分けて、基本商談なんだから分けられないでしょ。そうですね、そこをこ うまく使ってっていうのは気をつけてやっていこうかなと思ってます、マジ気をつけた方がいい、そこは浜本さんにご指摘いただいたとおり、気をつけます。他の方とかもいらっしゃるんで、もちろんそこは最初の注意払ってやります、基本的にはコワーキングスペースの方が絶対初動というか、スタートアップの税事の会社に関しては絶対いいと思いますので、そのあたりいい選択なんじゃないですか、テレフォンブースとかももちろんそこら辺をうまく活用したいなと思ってます、一旦今日はそんな感じですか。そうですね、4月からですね、移転とかも検討してるんで、営業について学んでみたいとか、やってみたいとか、あと学知か何にしようとかって困ってる方いらっしゃったら、ぜひ概要欄に問い合わせフォームの方からですね、ご応募お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします、3月2日のこれは撮影ですから、次の撮影での進捗を聞かせてください、お願いいたします。大山くんでした、ありがとうございました。
フリーランス向けオンラインサロン運営中。ビジネスマンは年収エージェントで転職。ウェブマーケプログラミング動画編集のスクール運営中。概要欄をご覧ください。年中